思議の国のアリス。のどかなある日でした。アリスは木の下でお姉さんが読んでくれる本の話を聞いていました。大変だ大変だ、急がなくちゃ。突然ベストを着たウサギがぴょんぴょん飛び出してきて、アリスのそばを慌てて通り過ぎていきました。あら、ウサギじゃない？ちょっとウサギさん待って、私も一緒に行くわ。しかしウサギは気にも留めずに走り去っていきました。そして洞窟の中に入ってしまいました。アリスもウサギについて洞窟の中に入りました。うわぁ、何も見えないじゃない、大変。ママが危険なところには行くなって言ってたけど。足を踏み外したアリスはずっとずっと下の方へ落ちていきました。ここはどこ？お家に帰らなくちゃいけないのに。その時でした。遠くでウサギがあたふたと走っているのが見えました。あ、ウサギさん、ウサギさん待って、お家に帰る道を教えて。大変だ大変だ、早く行かなくちゃ。でもウサギは何も答えずにお城の中に入ってしまいました。ちょっと待って、私も急いでるの、お茶の時間に遅れちゃったじゃない。ウサギさん。アリスはウサギの後を追ってお城の中に入ろうとしましたが、門がとても小さかったのです。ママ、パパ、お姉ちゃん。えんえんと泣いているアリスはウサギが落とした手袋と扇子を拾いました。あら、私を飲んで？面白そうだと思ったアリスはジュースを一気に飲み干しました。あれれれれ、体がどうしてこんなに？キャー！体がアリぐらいに小さくなったアリスはちょっと前に流した自分の涙の池で泳いでいました。その時でした。アリスはものすごい速さでそばを通り過ぎていくウサギを見つけました。ウサギさん、ここにあなたが落とした手袋と扇子があるわよ、ちょっと待って。しかしウサギは今回も立ち止まらずに家の中に入ってしまいました。アリスは急いでついていきましたが、ウサギはまたいなくなっていました。そしてテーブルの上にはまたもやジュースの瓶が置かれていました。そうだわ、これを飲めばまた体が大きくなるかも。ジュースを飲んだ途端、アリスの体はあっという間に大きくなり、今度は頭が天井につっかえてしまいました。あの女の怪物を捕まえろ。いつの間にか消えたウサギが動物たちと一緒に石を積んだ荷車を引いてやってきました。そして石を投げつけました。いや、痛い、なんでこんなことするの、痛い痛いわ、どうしてこんなことするのよ。アリスが叫んだ途端、突然飛んできた石はお菓子に変わりました。お菓子を一つつまんで食べると、すぐにアリスの体はまた小さくなり始めました。前よりもはるかに小さくなったアリスは青虫に尋ねました。青虫さん、大きくなったり小さくなったりするのはもうゴリゴリよ、どうすれば元に戻れるの？それは簡単さ、キノコを食べてみな。元の体に戻ったアリスは
動物たちがパーティーをしているのを見ました。こんにちは。ベストを着たウサギさんを見かけませんでしたか？良い質問だ。お菓子を食べたら教えてあげよう。え？お菓子がないのにどうやって食べるの？では、お茶でも飲んで。しかし、今度も空のカップでした。本当に失礼だわ。さようなら。アリスはプンプン怒りながら道を歩いていました。そして、バラ園の前を通り過ぎた時、アリスはトランプの兵士が白いバラにペンキを塗っているのを見ました。どうして白いバラに赤い色を塗っているの？トランプの女王様は白いバラがお嫌いなんですが、白いバラの木を植えてしまいました。女王様に知られてしまうと大変なことになるかもしれません。その時でした。騒動しいラッパの音とともに女王様が現れました。あら、これは白いバラじゃない？あの者たちを今すぐ懲らしめて。アリスは女王を騙してトランプの兵士を茂みの中に隠しました。あれ？あの者たちはどこへ消えたの？女王様。あなたは誰？私はアリスと言います。お家に帰る道を教えてください。どうかお願いします。いいわ。クリケットで勝ったら教えてあげよう。しかし、アリスは負けてしまいました。アリスは家に帰る道を探そうと歩き回りましたが、全くわかりませんでした。ママ、パパ、お家に帰りたい。ここはおかしいよ。アリスが裁判所の前を通り過ぎるとき、ハートのジャックが女王のパイを盗んで食べた罪で裁かれているところでした。今すぐジャックの首を切って、早く。そんなことで首を切れたなんて、女王様ひどいわ。アリスは歯がゆくてつい大声を上げました。なんですって？あの者の首も一緒に切っておしまい？助けて。何も悪くないのに。ママ。あ、ウサギさん。早くお家に帰る道を教えてよ。ウサギさん。ウサギを見つけたアリスは追いかけて行こうとしましたが、トランプの兵士たちが話してくれませんでした。話してよ。話してってば。お家に帰らなくちゃならないんだってば。アリス、アリス、起きて。こんなところで寝てはダメ。お姉ちゃん。早く行きましょう。お茶の時間よ。とっても不思議な夢を見たの、お姉ちゃん。なんですって？なんでもない。とにかく帰ってこれてよかったわ。もうアリスったら、一体何の話をしているの？早く行きましょう。